ロイダブリューハワードは EW ・スクリプス・カンパニーと長く関わったアメリカ合衆国の新聞事業経営者 EW ・スクリプス・カンパニーやユナイテッド・プレスの社長を務めスクリプス・ハワード系の新聞グループの会長でもあったハワードはインディアナ州インディアナポリスで新聞少年となったのを振り出しに どんどんと出世した。インディアナポリススター紙の記者を経て、スクリップスマクレア系の新聞グループのニューヨーク通信員となった。急速に名を上げたハワードは、1912年にユナイテッドプレスの社長に上り詰めた。第一次世界大戦中、ハワードは従軍記者としてヨーロッパに派遣され、偶然から休戦協定が結ばれたとする誤報を、 実際に協定が締結される4日前に流した。それでもハワードは名声を完全に失うことはなく、1917年にスクリプス社のパートナーとなっていた。彼は参加のスクリプス、ハワードニュースサービスの社長となった。1920年にはスクリプス系新聞グループの中核である EW。 スクリップスカンパニーの経営にあたることになり、以降の4でー度にわたってその地位に止まった。1922年11月3日、それまでスクリップスマクレア連盟と称されていたグループの名称がハワードの名を冠してスクリップスハワードニュースペーパーズと解消された。経営者としての地位にありながら、ハワードは記者としても働き続けた。1933年には、 満州国に赴き、日中戦争を報じ、1936年には、ヨシフ・スターリンへのインタビューも行った。